チャオ、あっちゃんです。今日、2月の21日、ちょっとね、ピュアちゃんの病院に連れて行ってきて、で、帰ってくるのちょっと、ね、遅くなっちゃったからね、今日、セブンで弁当買ってきた。子供ちゃんたちはね、唐揚げ弁当。あっちゃんは、酒と明太子の御膳買いました。ね、みんなね心配かけててピュアちゃん、ね、皮膚は全然炎症もなかったんで爪がちょっと伸びとったから爪切ってくれましたな感じでね、すんごい怖がってさ病院に嫌がってそんな状態でした。みんなねもう心配をおかけしました。でこれもこれからねちょっと暖かくなるしほんまに、ね、お散歩も連れて行ってあげなあかんわと思って今日ね、ピュアちゃん連れて行ってね、車乗せんのも結構分かって、車酔いするかやってでも、はぁはぁはぁ入ったけど、ちっちゃい頃はね、もう今なんかね、おとなしいのるしね、車が好きになったみたい。久々にピュアの、何だろう、移動用ゲージ大きめ買うといたから、よかった。何入んの嫌がんねんけどね、かわいいピュアちゃんね、ちゃんと買ってあげたいね。まあね、いろいろかまってあげたかってんけどさ、うざいよかまってあげられへんだから、毎日ねかまって遊んであげようと思います。ちょっとね、めまいとかってもあったけど、でもあるし。ね、あっちゃんもちょっと病院行って、めまいをもう見てもらって。あっちゃん倒れたらね、子供もピュアちゃんもみんな困るもんね、いっぱいも。だから。ピュアちゃん病院行ったし、あっちゃんも病院行きます。またいつか近いうちに。近いうちに行くとあかんねんけどな。検診もしょかなあかんしね、血の検診でも受けよう。いやなんあっちゃん病院嫌いそんな感じ。ピュアちゃんはね隣の町で買ってかかりつけ医がそこやってね、まあ、近所の獣医さんにも連れて行ってたけど、どっちで行こうかなと思ってけど、近所の獣医さんのとこね、結構、ね、待合のとこでいっぱい動物さんいてるし、だから、いつも連れて行ってるところは待合が個室になってるから、本のとこ個室でもないな、分かれるようになってるから、すごい連れて行ってたん、今日は。このだけ食べたらもういいや。ちょっと最近ちょっとねまた食欲が甘いわけど波もありますわ。ということで、今日はこの辺で終わりにしてデザートは食べたいと思います。甘いものは別腹なんで。ではまたね、バイバイ。デザート買ってやんね。